YouTube でライトトゥライトエクササイズ28、花です。この動画はこの本の書くためのエクササイズを私が実際にやってみて解説レポートしていく動画です。よろしければ一緒にやってください。はい、では今日の内容はこちらになります。28、日常性イブニングノート、毎日ただ書くということについてお伝えしたいと思います。はい、では早速この本の28番目の、日常性という項目のエクササイズを先に読みます。164ページからです。これから毎日1週間眠る前の10分間静かに1日を振り返って数行簡単に書いてみよう。例えば、今日は生産的だったがきつかった、鬱に立ち向かったことに満足している、マイケルとの友情がどうなるか不安だ、あのプロジェクトはもっといいやり方があるのではないかなど、書いたものを読んで質問を一つ選びノートに書く。例えば、マイケルの件はどうしたらいいだろうとか、あのプロジェクトでは何ができるだろうなど、そして自分の無意識に問いかけながら眠りにつく。すると翌朝モーニングページを書くうちふと答えがひらめくかもしれない。どんな小さな肯定的な変化もリストに書き出すこと。散歩に行った、妹に電話をかけ直してもらった、仕事のミーティングはうまくいっているなどだ。モーニングページはその日のペースを作り出すのに役立つが、イブニングノートは私たちが日々受け取る恵みを愛おしむのに役立つというエクササイズになってます。はい、モーニングページは朝書くページですけども、なんと夜書くイブニングノートっていうのもねここで出てきましたね。はい、でこれですね、私もやってみてまた面白かったんですけれども、また後で、はい、詳しくご紹介したいと思います。では本文も見ていきたいと思います。ここはですね、まあ、イブニングノートもそうですけれども、毎日ね、とにかく毎日書き続けることで得られる恩恵について書いてあって、まあ、主にね、モーニングページを書き続けると確かにこうなるよなっていうことがですね、いろいろ書いてありました。はい、で特にね、印象的なところを2つ読んでみたいと思います。まずですね、160ページですね。毎日ただ書くことはストーブの上にスープを常備しておくのに似ている。いつでも味わえるし、具を加えることもでき、需要があって香り高く生命をつないでくれる。それから162ページ、書くことは人生を愛おしむ瞑想的な行為だ。書くことによって私たちは本当の自分自身とつながる。はい、ここはもうですね、なんかあんまり解説は必要ないというか、ここにね集約されてるなと思うんですけれども、モーニングページは本当に書く瞑想って言われてますし、それからその毎日ただ書き続けることの豊かさ、そこから得られる需要みたいなものがですね、このスープを常備していくことに似ているっていうのがですね、まさにすごく表してるなと思って、はい、この文章をすごく、はい、味わいました。はい、でこのイブニングノート私もやってみたんですけれども、実はですね、私モーニングページが夜になっちゃうことがあって、まあ、モーニングじゃなくなってるんですけども、で勝手に夜のページだから、イブニングページだなとかって略してイブペイブペとかってね、読んで、マイルールでやってたんですけれども、なんとここでイブニングノートっていうのもあったんだと思って、はい、初めて思いましたけれども、でもですね、今回このイブニングノートをやってみて、特にですね、眠る直前に書くっていうのが私にはですね、あんまりちょっとなんか眠る直前だと本当に眠くなってきちゃって、なんか書きながら眠い眠いみたいな感じになっちゃって、あんまりね、私には、日々受け取る恵みを愛おしむとかね、そういうことにはならなかったんですけれども、はい、それはね、私はどっちかっていうとモーニングページの中でもねできてるからいいかなと思ったんですけども、はい、それよりですね、この、質問を、ノートに書いておいて、で翌朝答えをモーニングページとか、そういうところから、答えを得るっていうのがですね、やってみたらですね、これね、実はアーティストウェイでも同じ課題があるんですけれども、私この質問を前日の夜に書いておくっていうのが、ね、寝ちゃって忘れちゃって、あんまり書けないことが多かったんですけども、まあ、今回1週間やってみてっていう課題だったので、やってみたらですね、本当に前日書いた質問の答えが翌日ね、まあモーニングページの中に出てくることもありましたし、あとは本当に前日書いた質問の答えの情報がそのまま翌日ふっと入ってくるようなねことがあったりとかして、あ、すごいこのエクササイズっていうのはすごい効き目があるんだなと思って、はい、やっぱり寝る前にね書いておくとすごく無意識に染み込みやすいのかなと思いますけれども、はい、すごく有効なやり方だなと思いましたので、皆様もよろしければ
お試しください。はい、あとね、もう一つポイントかなと思ったのはですね、このどんな小さな肯定的な変化もリストに書き出すことっていうことですね。はい、これはですね、自分自身もそうですし、あと今まで一緒にやってくださった方とか、あといろいろなね、モーニングページの情報とかを集めても、モーニングページが夜になっちゃう、夜書くモーニングページって結構なんか暗くなったりとか、なんかなんだろうな、モヤモヤが出てきてそのままみたいな感じで、こうちょっとズーンと沈み込んじゃって、あんまり有効に働かないみたいな情報がね、多く寄せられてて、私自身もそうだなと思ったんですけれども、そこでこの肯定的に、イブニング、夜書くときはちょっと肯定的な気持ちで、肯定的な変化にフォーカスして書くことが大事なんだっていうことが書いてあって、なるほど、確かにこれはポイントだよなと思いました。はい、なのでね、そこも気をつけて、はい、よろしければイブニングノート書いて、そしてね、質問をぜひ書いてみてください。はい、では今日はこのくらいにしておきます。ではまた。